ちらはですね、タイのセブンイレブンで購入したプロテインと書かれているドリンクです。味は3種類あるようで、バニラ味とコーヒー、カフェ味、コーヒー味と、それからチョコレート味がありました。3種類とも全部飲んでみましたが、すべてですね、甘みがありまして、まあね、美味しい甘いドリンクという感じでしたね。少しね、ドロッとした感じがしました。こちらはですね、バニラ味です。こちらはですね、ココナッツ系のお菓子です。セブンイレブンにね、あったのでついでに買ってみました。開けてみるとスポンジ系のケーキのような感じですね。どことなく、東京バナナに似たような感じです。味はまあね、ココナッツの味が若干しました。こちらはですね、チョコレート味です。チョコレート味を飲んでみた感想ですけども、まあね、こちらも非常に甘い感じでですね、まあ甘いドリンクというような感じでした。そして最後にですね、コーヒー味ですね。こちらを飲んでみました。こちらもですね、比較的甘い感じでした。プロテインなんですけども、プロテインというのはですね、ボディメイクをされている方ですとか、筋トレをされている方が、まあ活用されるドリンクのようです。で、最近はですね、あまり以前は意識してなかったんですが、バンコクのですね、ドラッグストアなんかに行くとですね、よくですね、プロテインの、袋が売られているのを見ます。ということでですね、そろそろ動画も終わりになってきましたので、今回もありがとうございました。